紫バレンギク属は、キクカノ属の一つである。俗名のラテン名でエキナセア、またはエキナケアとも呼ばれ、その用紙からパープルコーンフラワーとも呼ばれる。ギリシャ語のエチノに由来する、環状花の部分がかなり硬く、ハリネズミに似ているためである。これと同じ語源を持つ植物には、玉形サボテンの代表であるキンシャチを含む、エキノカクタス属イクアイナキャクタスがあるほか、 同じ菊花に、ルリタマーザミ族イクアイナップスがある。アメリカ合衆国の中部から東部にかけて分布しており、現在九州からなっている。すべてが多年草で、草丈30センチメートルから1メートルくらい、根生葉はヘラ形だが、かなり細いものもある。茎につく葉は誤生する。前層が、剛毛に覆われているものが多い。夏先で登場花は、 茎の先に一重なし、直径5から10センチメートルくらい、絶妙花は、一般の菊花植物と違い、下向きの放出し、江戸時代に、消防で使われた、マトいを連想させる。黄半言相族とは禁煙で、黄半言相族が木花であるのに対し、紫バレンギク族はピンク、または、藤色の花が咲くのが大きな違いとされていたが、 本属にも木花のパラドクサイーパラドクサという木花種がある。体幹性のある比較的強健な多年草で株分けもしくは春巻きで翌年から花を楽しむことができる。種は4月から5月に巻き2ミリメートルくらい複土して置くと10日くらいで発芽する。半日以上日が当たり水がたまらない程度のところなら日本では紫葉蓮菊の種が昭和期に 奈良県の平和園によって発売され、切り花やドライフラワーとして利用されているが、あまり普及していない。イギリスなどでは数種の種が発売されており、インターネットなどで購入することができる。日本でもかつては一部の植物が薬草として利用されていたが、現在は全て牡蠣として栽培されている。欧米では、ハーブティーや牡蠣にあるように木薬としての利用が盛んで、 アメリカや中国の大規模農園で栽培されている。北アメリカ先住民は以下の3種類のエキナセアを、湿や外傷、風、下毒の薬草として利用してきた。19世紀後半には、折中主義の医師を中心に呼吸器感染症や皮膚疾患の治療に取り入れられた。1930年代にはドイツを中心としたヨーロッパでのハーブ療法に盛んに用いられるようになった。 紫バレンギクの根は天然の風邪薬として使用されている。抗体反応を高めるインターフェロンの数を増やすなど免疫機能の向上に関する研究結果があるが、詳細はエキナセアの品種や抽出法によって異なり作用基準を含め研究が続いている。紫バレンギク気薬は胃痛やめまいなどの副作用や菊化植物のアレルギー反応が出ることがある。また、 肝臓の酵素の働きを抑制する働きがあるとも考えられており、他の薬剤との併用には注意が必要となる。ABCDEFG Johnson ンンほか 2014PP64 から69エキナセアは免疫力を改善するハーブティー。ハーブティー薬草データベース。100カチャエン。2019年11月3日閲覧。ありがとうございます。